こんにちは、関研一級リピーターのアビです。本日は関研当日です。はい、今回も試験が終わった後にリピーターが集まって丸付けをする採点会の様子をお届けしたいと思います。僕自身は次受かれば5回目の合格となるので、記録更新できるよう、頑張っていきたいと思います。行ってきます。今回の試験会場は渋谷でした。渋谷で関研を受けるのは初めてだったのですが、このような更新当確、難攻人中も嫌いじゃないぞということで、109の横を通りつつ試験会場へ向かいます。歓楽街の中ですが、会場の前には受験者とみられる親子連れがたくさん集まっていたので、すんなりたどり着くことができました。採点会始めていきます。おなじみの渡部さんと柳中くんがこっちに行きます。いやでもこの5人の平均年齢めちゃくちゃ低いと思いますよ。関係1級の中では16 21 21 19 19 34 34。なんで永遠の18歳。お読みからいきますか。読みましょう。よし。高校指示を公明劣化送るその定め。いや、そのがあっててよかった。そのとこのの2択だった。そう危ない。書きいきますか。ローローヘルのがコが奥なとかの空で、ローがローたけるのローかロー八重のロー。わかりやすい説明だ。で18が雨牛に疲れるとかの、黄色い黄色の前にアメージ出てくる。これできた人、いやーさすが。世界中修行していかないと。5選択、これ何がむずいですか。私も分かんない。木工が時点がいい。木工がこの2つしか出てこない。木工に関するとか。木工に関するとか。そう、その2つしか出なくて。そう、外してしまった。いや、監視もむずくないですか。監視むずいっすよね。むずいと思うけど、大見出しの中で最難関係。大見出しなんだ。いや、監視思いついた時、来たと思ったんだけど、みんなできてた。悲しい。10点。満点だ。4塾が5番が、質物証で地質するとかしっかり調査とかの、つぶさっていう字に有頂天になるとかの質物証。間違えた。これはだって順位級ですよね。そうかもね。できた？いやできないです。これわかんない。できました。さすが。質うなのか質うしつうなのか。どっちもあるじゃないですかこれ。みたいな。右質二者の出題いいのこれ。こんなん出していいの。別にただの翻訳ですよね。そうですよね。だから二とかじゃないんですよね。四字熟語なのかな。またこのフラグ立てまくってるのでギリギリセーフ。当て字がヤゴワンタンアケビ。5回かこれ、5回。カジカガエル、ヤブサメ、タガヤサメ、メナダ、ヤツガシラ、松虫そうだ。やらかした。9ですね。メダダは違いました。そこですか。アコーダイとかです。わかる、めちゃくちゃわかる。松虫そうか。普通に人参にしてしまった。人参はネタラメ。ああね、なんぞの方。貝類があれなんだっけ。8番が来ました。男子長来た。指を弾くコロコロコロ。サルツさんありました。みんなできた。できました。全員できてんじゃん。すごいや、これもよっしゃーと思ったのにな。全員できてる。ダメだな。次だね。いや、おこれ難問でしょ。これはへそのおとかだと、らしい。どっちか。警察さんが当ててます。
そっちかな。何した？場所の、場所を指す おやつのおって書きました。あー、いや、そう、同じです。おでんの、おでんの、そう、なんで3点、なんで、このって書いてた。あー、いや、それもわかる。なんか水関係の尾をずっと考えて、でも綺麗な尾がなくて汚い尾になっちゃった。おでんの汚いけどな、しょうがねえなと。で、これ怖いんだけど、友禅。友禅は分かんない。あの、さっきの部長点の上に、あの、紙作りの禅、これです。これ分かんない、分かんない。絶対無理だ。油しかない。同じ。油にした。考えても出ない。いや、油か友禅染めかしら。ああ、友禅染め。友禅染めで描きました。ヒゲの様子どこにもないから。そうヒゲジョリジョリしてるとかなら描けたかもしれない。そう188です。すごい。境界線なの。173でした。ああ、すごい。184ですね。184だ。満足。84なら満足。いや、でもなんか解いてるとき体感最初の方簡単かなって思ったんですけど。いや、意外とそうだ。最後文章で重かった。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。採点会が盛り上がって、もう日付が変わりそうな時間となってしまいました。今回の試験の難易度としては前回よりはちょっと難しくなってるんじゃないかなと個人的に思っております。もうちょっと言うと読みの問題は比較的解きやすいような問題が多かった印象なんですけど、書きの問題、特に文章題はかなり難しかったんじゃないかなと思ってます。僕の自己採点としてはおそらく168から170くらいになりそうです。ちょっと低いですよね。僕もびっくりしたんですけど、柳川くんにはなんか知識の総量と点数が見合ってないみたいなことを言われてしまったんですけど、まあ確かに今回ちょっと色々とやらかしてしまって、点数が伸びなかったのかなと思ってます。また問題ごとの詳しい回答解説の動画を追って作ろうと思っているので少々お待ちください。とりあえず今日はお疲れ様でした。